ガクガク警察ギャンヌ所長役の石田ニコルです。所長なので結構声を張ったりちょっと強い言い方をしたりあべこべと真逆をこうまとめなきゃいけないのでちょっと強めに言ったりするんですけど、どこかこうちょっと弱さじゃないですけどちょっと抜けたところがあるみたいな感じですかね。半分があの警察の制服で半分があの衣装、あの洋服ドレスみたいになってて、でメイクも半分半分で違うので、まあ、そこが面白いポイントかなっていう思います。大人が本気で面白いものを探しに行くっていう、その撮りながらも3人で何が面白いのか、これが面白いんじゃないかってこの監督さんと相談したりっていう作り上げてるので、毎回皆さんの好きな回を見つけていただいてクスッと笑っていただければ、あの逆逆警察の時にと思ってます。逆逆警察あべこべデカ役のベーです。最初あの台本を見た時に結構あのあべこべデカはあのインテリな、ちょっと頭脳派なキャラだったので私大丈夫かなと思ったんですけど、もう三池さんがあのもうドラマの中でもあなたは自由に来てくださいってあの言ってくださって、なのでそうですね、もうありのままのほとんどもうの状態で演じてるので、あんまなんか演じてるというよりはなんか本当に私全開で元気よく役を作ってるっていう感じですかね。ギャンヌ所長と、真逆巡査の衣装と3体並んで見た時に私多分真逆の衣装だと思ったんですよ、なんかキャラ的にだったんですけど、一番なんかおしゃれで一番ちょっと正直着たかった衣装が回ってきて、よっしゃと思って、このズボンとかもね本当プライベートでも履きたいぐらい私はお気に入りで、あとなんかこう高校生ぶりにこのネクタイっていうのがなんかちょっとこう新鮮で、あの衣装さんがあの男性の方と女性の方がいるんですけれども、男性の方からあのネクタイをこう締めてもらう時が一番こうちょっとキュンとするっていう、全くほとんど一生に関係ない話なんですけど、あのそういうエピソードもねあります。実は大丈夫大丈夫分かんない見どころ、まあ、私個人にはちょっとなるんですけれども、あの罪名が結構長ゼリフなんですね私の、そこにちょっと注目してほしいなと思います。逆逆警察真逆巡査役の黒石貴弘です。悪者役やること多いんですけど、今回のこの、まあ、今回も悪者なんですけど、なんか可愛いいたずらでなんか可愛らしい感じで、俺悪者なんだけどすごい愛されるような悪者だなって、悪役だなって思いました。衣装はもう全部好きですけどね、これはい、うんこに踏まれてるんですよ逆逆だから逆に踏まれたみたいな、見てくれてる女の子たちに近いようなお下げだったりこういう衣装だったり、なんか親近感を持ってもらえるんじゃないかなって、一番おいしいなって思いました。この前お台場で、撮影してたんですけど、観光客、まあ、外国の方も日本の方もなんですけど、なんかすごい物珍しそうな格好で歌いながら踊ったりしながら自分やってたんで、もうみんな超見てくるんですけど、楽しそうな顔して見てくれてたんで、俺これを海外の方とかにも見てもらって好きになってもらえたらいいなってすげえ思いましたね。やっぱ見どころはファントミちゃんと逆逆警察のやっぱやり取りですかね。僕たち逆逆警察があの手この手でまあ、いろいろ仕掛けていくので、どう戦っていくのかぜひ注目してみてください。秘密戦士ファントミラージュ4月より毎週日曜朝9時から放送します。見てくれないと虐待法だ。